はい、トムでーす。みんなは、宮中晩餐会に呼ばれたことはあるかな？この日本においても、宮中晩餐会ではね、ほとんどの場合が、フランス料理なんですよ。なぜ、日本でもね、フランス料理ばかりかというと、しっかりとした理由があります。それはね、フランス料理は国際的にマナーがね、ちゃんと共有されてるの。なので、世界中の人が来た時に対応しやすい。さらにですよ、メインディッシュとかは牛であったり豚であったりとかじゃないんです。ほとんどの場合が羊なんですね。なぜ羊かというと、これはね、皆さんなんとなく気づいてるかもしれませんが、世界中の来賓の方が来たとしても、宗教上の問題が一番少ない、トラブルにならない、そんなところから、宮中晩餐会ではね、羊になっていたり、フランス料理が出るようになってるんですね。みんなもね、呼ばれるかもしれないんで、よーく覚えといて、また呼ばれなくても、友達にシェアして教えてあげてね。そんな感じでした。